こっちがブラックペッパーですね。頑張ってください。美味しかったです。そうですね、まあ、日々人生修行なんであれですけど、ずっとパスタ店で働いて。あ、そうなんですか。はい、20年です。20年ですか。あ、なるほど。弟と一緒にやってて、はい、でそこも弟がやることに決めたんで、僕と今度夫婦で新しいやってみようかみたいな。前は、25歳ぐらいからイタリアンで働いていて、7年間ぐらいか、錦町にあるあのピザ屋さんで、ピザ職人をしてました。パスタがあります。ペスカトーレと、バジリコがあるから、これは向こうのあれだね、鶏皿ね。はい、鶏皿だと柄入れか。お水のとこにあるんですよ。はい、あれは後で持っていけばいいですね。後で、貝とかさ、カニとかの柄を入れるものがないから、テーブルに、はい、柄入れでございます。お子様のコップで、お子様のこういうお皿がある、はい、OK、 ついていきます。はい、一緒に。
アフターでドリンクとデザートが入ってます。はい、ありがとうございます。地域の方ですね、ご近所の方とか、この岡山でこの辺りの方に愛される店になりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ぜひお腹いっぱいにカバのような口を開けて食べに来ていらしてください。